3位決定戦です。どちらもシードでの出場で3位決定戦、サステント VS 夢川、どちらもシードではありますが声出ませんでした。この3位決定戦に回されることになりましたが、さあ両者ともにスタートダッシュ快調。さあ夢川がいいペースで来ているか。さあこのソウルメイズ、サスケントがしかし先に抜いた。夢川がちょっと詰まりすぎたか。さあサスケントが先に越えた。サスケントジャンプハング掴んだ。さあ夢川、おっとショートカットか、一気にいった。形勢逆転、大逆転。夢川この壁を一発で越えた。さあ大幅なリードを許していましたが、ジャンプハングで大幅にショートカットをしていきました。夢川これは大逆転、3位、2大会連続の3位となりました。